1回うちの経営やばいよ会議。パチパチパチ。こいつらいつも会議して。え、何これ、ベル何してんの。これはかなり追い込まれてる。今月は本当にやばいんだよ。月末のライブせめてキャパ半分でも埋めないと電気とガスが止められちゃう。やば、お風呂入れないじゃん。気にするとこ他にないか。水風呂なら入れるよ。水道が止まるのは最後だから。経験者の発言やめて。大丈夫、水と砂糖があればしばらくは平気。カブトムシかなんかか。オレンジ色のゼリーとか食べたことあります。てかそれ犬小屋営業できなくて普通に積むじゃん。営業はまだ大丈夫、家計と会社は財布別だから。ただそのうちがね、生活費がちょっと定期崩したくないし、投資ももう少し伸びそうだから今は現金化したくないし。思ったより余裕ありそうだなこいつ。そんなことないよ、小銭が必要なんだよ。細々とした支払いを片付ける当座のキャッシュが必要なの。ああそう、わかるようなわからんような。まあ何せよ犬小屋の集客がやばいのは確かだしな。よし、金のかからん宣伝を考えるか。じゃあ私と伊達ちゃん路上でなんかやる。派手めのやつやれば多少は目を引くと思うけど。うん、投げ銭もそこそこ集まるはず。ありがとう、助かるよ。じゃあ私はその辺の野良 Wi-Fi 使って SNS で宣伝するよ。あとは地道にビラ配りとかかな。ま、やるだけやってみますか。ビラ配り始めたものの全然受け取ってもらえない。同業者は冷たいな、地方出身者だらけのくせに。まあティッシュもアメちゃんもついてないただのビラだもんね。ああ近くのお店に置かせてもらおうか。で飛び込みで入ってみたけど、店の中には黒服が一人、二人、たくさん。ここはやめない？どう見てもカジノだよ。闇とか裏とかつくタイプの。カジノか。エミちゃん、いくら待ってる？待って待って。追い詰められてるからってそれはやばいって。こういうやばそうなことは伊達ちゃん先輩に一回聞いた方が。落ち着いて。ここで一発当てれば今月しのげるんだよ。しーちゃんのための月に一度の唐揚げ祭りもできるんだよ。何その降って湧いたトンチキイベント。私参加したことないぞ。それにこんなカジノどうせマネロン目的に決まってるよ。つまりここの金はきっとねえ金なんだよ。だから私が勝って市場に還元するのは社会正義なんだよ。声高に正義を唱えるやつはろくなやつじゃないって歴史が証明してるんだが。ベル、ちなみにギャンブルの経験は？個別株を少々。ダメだ、株をギャンブルだと思ってる時点で才能ねえわこいつ。そんなことないよ、トータルで分かってる。人生とギャンブルに負けてるやつが言う言葉なんだよな。大丈夫だよ、ほら私たちと同じくらいの年の子もいるし、それにあの子大勝ちしてるよ。やったね、多分この店絶対甘いよ。店の設定って言い方やめて、慣れてる感出ちゃうから。つーかあれ知ってる顔だな。アビスメアのエルシーちゃんだよね。うんうん、知ってる人がいると安心だね。さあ私たちもかけよう、そして儲けよう。待って待って待って、全然安心できないから。あれは普通にヤバいやつだろ、黒服ゾロゾロ引き連れてるし。こんな場所なのにやけに上品なオーラ出してるのが逆に怖い。それはちょっとわかる、太客 VIP 扱いっぽいし雰囲気っていうか
離れ感があるよね。闇の上流階級って感じする。とにかく金持ってそう。それな、肩着の匂いがしない。生意気そうなのにクールな感じするのが擦れたお嬢っぽい。やっぱアビスメアの人らってやばいわ、チョロニカさん以外。ん？どこかで見た顔なのです。あ、どうも。あ、私ら犬小屋って箱のもんですって。ああ、あの、あなたたちもここに遊びに来たのです？あんまりお金持ってるようには見えないですが。めっちゃ哀れみの目で見てくるじゃん。いや、今度やるライブのフライヤー置かせてもらおうかなと思って来ただけなんだけど。ちょうどいいのです。暇つぶしにも飽きてきたところですし、こいつらどう見てもカモなのです。エルシーと一勝負どうです？あなたたちが勝ったら黒服たちを自腹でライブに行かせてやるのです。勝手に決めてるけど大丈夫なのか？黒服さんたちざわついてるけど。ただし負けたらエルシーの奴隷になってもらうのです。その勝負乗った。身柄でも臓器でも持ってけたらもう頑張ろうね、エイミちゃん。やめて、私も同意してる空気出すのやめて。決まりなのです。で、何のゲームで勝負するのです？しょうがない、覚悟決めるか。ベル、ポーカーで行こう。私に秘策がある。どんな？実はポーカーには必勝法があるらしいんだよ。その名もカウンティング。確かにそういう技術はありますし、自力でやる分には禁止もされてないですが、カード全部覚えられるのです？覚える？そんなの必要なの？さすがエミちゃん、ここでハッタリかますのはさすがだよ。はっ、あはははったりじゃねえし、覚えられるし。震え声なのです。クソ雑魚なのです。そっちの打鍵はもう奴隷決定でいいです。せめて首輪のデザインは選ばせてやるのです。早いよエルシーさん。ちょっとね、なんか黒服にメジャー渡されたんだけど、サイズ測れってこと？もうダメだ、おしまいだ。諦めるのは早いよエミちゃん。私に秘策がある。どんな？てか人から聞くとめっちゃ不安になるワードだな。秘策？ポーカーの神髄、それはポーカーフェイス。このクソ雑魚ムーブさえも私たちのブラフ。実はポーカーが得意だとしたら？へえ、面白いのです。乗ってやるのです。カードが配られ、ゲームは静かに進んでいく。一進一退の状況を見守る私と黒服さんたち。チップが移動するたびに、ざわざわざわめきが上がる。ルールはテキサスクローバーホールドだかなんだからしい。そんなポーカーなんもわからんな私が見ていても、ベルの旗色は悪いっぽい。レイズ、どうするのです？もうチップがないみたいですけど。落ち着いて落ち着いて。向こうのレイズがハッタリかもしれないし。でもここで勝負しないと勝ち目が。ベル、これやばいの？やばいかも。あのさ、エミちゃん、一応確認なんだけど、エミちゃん、腎臓二つあるよね？二つしかないんだよな。待て、いつの間にそんな高レートになってるの？闇のゲーム始まってるじゃん。よし、決めた。オールインで、エイミちゃんと、ついでにダテちゃんの魂もかけます。
やめて。ここにいない伊達ちゃん先輩巻き込まないで。裏カジノでそれはシャリになんないから。裏カジノ面白いこと言うのですね。この店は健全なアミューズメントカジノなのです。ただの遊び、チップの換金もできないのです。そっか、まあそうだよね。うじゃうじゃいる黒服のせいで全くそうは見えないが、でもよく見たら黒服さんたちもいい人そうだし安心だな、なんて安堵の息を吐いたその時。まあそれはそれとして、あなたたちが負けたら本当に奴隷になってもらうのです。ジョークでも何でもなく本当に。え、ハンコ持ってるのです。あと身分証のコピーも。エイミちゃん、部員でもいいよ。念書書かそうとするのやめて、ガチっぽくなるから。何こいつら、裏カジノの方がマシまであるじゃん。ではショータウンなのです。うー、よかったー、今月もなんとかしのいだよ。ほんとそれ、なんだかんだキャパ半分埋まってよかったよね。まあ客層ちょっと独特だったけど。黒服の人たちノリノリだった。また来てほしいね。また来てもらえるように頑張るよね、エイミちゃん。ギャンブルはもうやめてね。